そろそろ到着か。ああ。この1ヶ月、ガレリア要塞に預けっぱなしだったからな。窮屈続きで本当にすまない。これも必要な手続きだろう。休止状態における私の負荷は微々たるものでしかない。しがらみにとらわれがちなお主の負担を軽くするためならば本望だ。まったく、もう人間と変わらないな。ありがとう、マリマル。どういたしましてだ。あ、ちゃんとありました。はあ、やれやれ。何を警戒してるんだか知らねえが、搬入にも立ち会わせないとはな。え、何、すごい。噂には聞いちゃいたが、この二人は全長7アーシュの人型最新兵器、機構兵だったか。ううん、違うみたいです。愛の鬼神ですよね。そいつは、ああ、その通りだ。一般人、ましてや外国の人が知っているとは思わなかったが。こういうものに結構興味がある方なので。何が結構だ。一家揃って筋金入りのくせに。それよりよく俺たちが外国人だって気づいたな。ほんの少しアクセントの違いが。南の方、リベールあたりからですか。あ、ビンゴだ。そうか、お前が灰色の騎士だな。ええ、本当によくご存知ですね。シュバルツァ、いるか。あと5分で到着だぞ。準備の方は。おや、問題ない、いつでも降りられる。邪魔したな。こっちも準備するぞ。はい、失礼しました。なんだ、一般人じゃなさそうだな。ああ、外国人で、彼らも次で降りるみたいだ。もしかしたら俺の就職先に関係しているかもしれないな。なるほどな。いろいろといろんな噂を聞いてはいるが。相変わらずみたいだな、灰色の騎士殿の人気ぶりは。今年に入ってからはおとなしくしていたんだが、雑誌社の取材なんかも全て断らせてもらっているし。それがより憶測と美化を生み、若き英雄の偶像性を高めるわけだ。かの北方戦役にしても事実とはかけ離れた活躍ぶりが噂されていたみたいだしな。すまない、失言だったか。いや、いいんだ、俺自身の問題でもあるし。ありがとう、パトリック。この1年、いや2年間、共に切磋琢磨してくれて。シュバルツァ。ふっ、栄えある1組の生徒として当然のことをしたまでだ。出席日数はギリギリ、
いつも理不尽な難題を押し付けられておきながら、一人であがいてやり遂げてしまう不器用なライバルのことをせめて気にかけるくらいはね。パトリック、そっちはカイトで公爵家の名代を務めるんだったか。大変な役目だとは思うけど、どうか頑張ってくれ。アルバレアに遅れを取るわけにはいかないからな。君こそいわくつきの就職先でせいぜいあがいて頑張るといい。それと近いのだし、エリゼさんとの連絡も欠かさないようにしたまえ。なんだったら僕のこともついでに。ありがとうパトリック、だがそれは全く別の問題だな。うっ。元気で、そのうちまた会おう。ああそうだな。そうそう、言い忘れるところだった。1年前に交わされたという君たち7組の約束、無事果たされるといいな。あ、まあもちろんだ。帝都西の郊外の町、今まで降りたことはなかったの。トリスタと同じくらいか。ライノの花も咲いてるみたいだ。トリスタに士官学院か。現役復帰された学院長もそうだが、教官や後輩たちはどうしてるんだろうな。まさかあんなことになるなんて夢にも思わなかったが、あれがそうか。確かにまだ完成したばかりの施設みたいだな。バリマールは敷地の格納庫に運んでくれるらしいが。リーン君？全然伸びてないけど、できる女性っぽさが増したとか。それともちょっとだけスタイルも良くなったんじゃ。で、待ってください。え？その久しぶりというか、なかなか連絡が取れなかったところに不意打ちだったのもありますが、どうして会長がそんな格好で俺の就職先の町にいるんですか？まさか会長も同じ就職先だったなんて。ごめんね、私の方は知ってたけど。
でもリン君の方だってある程度は聞いてると思ってたよ。いえ、卒業の前後にいろいろごたごたがありまして、多分ご存知かとは思うんですが。うん、もちろん。私がこの町に来たのもそれが理由の一つだったし、リン君が同じ道を選んだのは嬉しいサプライズだったけど。会長、改めてになるけど、リン君卒業おめでとう。多分それを言いたい人は他にもいっぱいいると思うけど、ちょっとだけ抜け駆けさせてもらうね。会長、ありがとうございます。いや、もう会長は変ですか。これからのこともありますし。そうだね、先輩でいいんじゃないかな。リン君に会長って呼ばれるの好きだったから、もったいない気もするけど。相変わらずだな、この人は。それで先輩は一足先に赴任したんですよね、新たな職場。実際どういう状況なんですか？うん、リン君もここを選んだ時にいろいろなことを言われたと思うんだけど、多分思っている以上に難しくて大変な職場だと思う。そうですか。当然覚悟はしていましたが、同僚の方々とは一通り？うん、もう挨拶してリン君が最後になるかな。これから紹介するけど、その心を強く持っててね。なんだか胃がキリキリしてきそうなんですが。大丈夫、私だって同じ立場なんだから。同じトールズの卒業生として力を合わせて乗り越えていこうね。ふう、了解です。あれが、デザインは違っても同じ遊郭の指紋ですか？うん、私たちの新たな職場の正門。ようこそリン君。ここリーブスに新たに発足するトールズ士官学院第二分校へ。よく来たな、リン・シュバルツァー君。鉄道憲兵隊所属、ミハイル・アービングだ。出向という形ではあるが、本分校の主任教官を務める予定だ。まさかこんなところで噂の人物にお目にかかれるとはな。ランドルフ・オルランド、帝国軍クロスベル方面隊からの出向だ。あんたの名前はあちこちで聞いてるよ。せいぜいお手柔らかに頼むぜ。リン君。リン・シュバルツァー、この春トールズ士官学院の本校を卒業したばかりの若輩者です。よろしくお願いします。ミハイル少佐、ランドルフ中尉も。ああ、こちらこそだ。灰色の騎士の有名、共に働けることを光栄に思う。だがここで求められるのは騎士による英雄的行為ではない、教官としての適性と将来性。遠慮なく見極めさせてもらおう。肝に銘じます。鉄道憲兵隊、正規軍切手のエリート部隊。まさかその左官クラスが派遣されているとは思わなかったが、それに加えて
その様子だといろいろとご存知みたいだね。情報局のファイルあたりを閲覧でもしたかい？ええ、否定はしません。どうやら複雑な事情があって出向されたみたいですね。ま、さすがにお前さんほどじゃないだろうけどな。とにかくこれで教官は全員揃いましたね。少佐、ランドルフ教官も改めてよろしくお願いします。ああ、君には遠慮なく期待させてもらうつもりだ。卒業時の鉄道憲兵隊の勧誘、蹴ってくれた埋め合わせの意味でもな。ご存知だったんですか。へえ、見た目と違って随分優秀みたいだな。飛び級してるみたいだが、17くらいは言ってるのかい。その21歳になるんですけど。え、マジで。ってことは俺の3つ下か。教官が4名、予想通り少ないですね。このメンバーで一通りのカリキュラム。ああ、学生数も少ないし、なんとかやりくりするしかあるまい。平時の座学に訓練、それ以外の細々とした業務も行ってもらう。まあ特別顧問や分校長にも一部手伝っていただくつもりだが。特別顧問、そんな人がいるんですか。それに分校長も、どういった方々なんですか。それは、いや、なんつうか帝国ってのは広いというか、まさかあんな強烈な人間がこの世にいるなんてな。え？その驚かないでね。実はどちらもリン君が面識のある方なんだけど。待たせたな。と噂をすれば。何をほうけた面をしている。あの内戦以来になるが、私の顔を覚えていないのか。まあこちらは一向に構わんが。え、いえ、お久しぶりです、シュミット博士。マリマールの太刀の製作、あの時は本当にお世話になりました。礼は無用と言ったはずだ。特別顧問という肩書きだが、私は自分の研究にしか興味はない。せいぜい役に立ってもらうぞ、シュバルツァー。いや、灰の起動者。50年前にオーブメントを発明したエプスタイン博士の参考帝の一人、偽物ってわけじゃないんだよな。間違いないとは思いますけど。なるほど、自分が採用されたことにもいろいろな思惑が絡んでいそうですね。まさかあなたまでいらっしゃるとは夢にも思いませんでしたが。半年ぶりか、シュバルツァー。改めてになるが、晴れて教官となるそなたら全員に名乗らせてもらおう。1年半前の内戦で貴族連合軍の総司令を務めた敗軍の将、そして半年前の北方戦役にてノーザンブリア併合を主導した者、オーレリア・ルグイン。これよりトールズ第二分校の分校長を務めさせてもらう。リン君。なるほど、噂には聞いちゃいたが。鉄道憲兵隊の少佐殿が派遣されるのも当然かもな。分校長、そろそろ帝国ですがいかがいたしますか。うむ、始めるとしよう。ハーシェル、ひな鳥たちをグラウンドへ。は、はい。リン君、後でね。さーてと、どんなメンツが揃っていることやら。シュバルツァ、君も遅れないように。
これより第二の新入生全員への入学式を兼ねた挨拶がある。そうだったんですか。自分は何もそなたには何も伝えず日時だけを指定したからな。他にはクラス分けと担当生徒との顔合わせもある。灰色の騎士の気骨、せいぜい雛鳥たちに示すがよい。難しくて大変な職場、誇張でも何でもなさそうだな。まあいい、一応これをつけておくか。あの女性はまさか黄金の羅刹。それにあの黒髪の人って、え、あの有名な、あ、さっきのマジかよ予想外ですね。灰色の騎士、静粛に。許可なくさえずるな。これよりトールズ士官学院第二分校の入学式を執り行う。略式のため式辞当時は省略。クラス分けを発表する。まずは8組戦術科、担当教官はランドルフ・オルランド。うっす、呼ばれたやつは前に来てくれ。ゼシカ、ウェイン、シドニー、マヤ、それにアッシュ、フレディ、グスタフ、レオノーラの8名だ。ふっ、次9組主計科、担当教官はトワ・ハーシェル。名前だけ呼ぶね。サンディちゃん、カイリ君、ティータちゃん、ルイゼちゃん、タチアナちゃん、バレリーちゃん、ミュゼちゃん、パブロ君、スターク君の9名かな。8組に9組、戦術科に主計科か。すると残るは、静粛に。これより本分校を預かる分校長からのお言葉がある。分校長、お願いします。うむ、第二の分校長となったオーレリア・ルグインである。外国人もいるゆえ、この名を知る者知らぬ者はそれぞれだろうが、一つだけしかと言えることがある。うすうす気づいている通り、この第二分校は捨て石だ。ふえ
本年度から皇太子を迎え徹底改革されるトールズ本校。そこで受け入れられない厄介者やいわくつきをまとめて使い潰すためのな。そなたらも、そして私を含めた教官人も同じであろう。おいおい、文校長、それはあまりに。だが常在戦場という言葉がある。平時で得がたきその気風を学ぶには絶好の場所であるとも言えるだろう。自らを高める覚悟なき者は今この場で去れ。教練中に気を緩ませ、女神のもとへ行きたくなければな。ならばようこそトールズ士官学院第二分校へ。若者よ、世の礎たれ。かのドライケルス帝の言葉をもって諸君を歓迎させてもらおう。そろそろクラス分けの続きを発表していただけませんか。よかろう。本分校の編成は本校の1から6組に続く7から9組の3クラスとなる。そなたら3名の所属は7組特務課。担当教官はそのものリーン・シュバルツァーとなる。この程度ではしゃぐな。伝えていた通り、お前には各種オペレーションをやらせる。ラッセルの名と技術、せいぜい示してみるがいい。はい。列車で会った子、やっぱり第二の生徒だったか。ラッセル、どこかで聞いたことがある気もするが、それにしても。偶然じゃないんだろうな。生徒数はたったの3名、しかも彼女までいるとは。現在戦術科と指揮科はそれぞれ入学オリエンテーションを行っているが、7組特務科には入学時の実力テストとしてこの小要塞を攻略してもらう。攻略？そもそもこの建物は一体。アインヘル小要塞、第二と合わせて建造させた実験用の特殊訓練施設だ。内部は動力機構による可変式で、難易度設定も思いのまま。適正対象として魔獣なども多数放たれている。魔獣？冗談でしょ。なるほど、7組そして特務課、思わせぶりなその名を実感させる入学オリエンテーションですか。
新米教官への実力テストを兼ねた。話が早くて助かる。と言ってもかつて君がいた7組とは別物と思うことだ。教官である君自身が率いることで目的を達成する特務小隊、そういった表現が妥当だろう。なるほど。それでちょっと待ってください。黙ってついてきたら勝手なことをペラペラと。そんなことを、こんなクラスに所属するなんて。適性と選抜の結果だ。クロフォード候補生、不満ならば荷物をまとめて軍系学校に戻っても構わんが。軍系学校、確かクロスベルの。納得はしていませんが状況は理解しました。それで自分たちはどうすれば。ああ、シバルツァー教官以下4名は商用祭内部に入りしばし待機。その間各自情報交換と、シバルツァー教官には候補生にアークス2の指南をしてもらいたい。了解しました。はあ、これでようやく稼働テストができるか。ぐずぐずするな、弟子候補。10分で準備してもらうぞ。はい。たく、聞いてた以上にふざけた学校みたいだな。本来ならば部外者には立ち入ってほしくないのだが。言われなくても余計なことをするつもりはねえよ。あいつの入学を見届けたらとっとと行かせてもらうぜ。結構。後続の紹介があるとはいえ勘違いはしないことだ。この後お仲間たちと帝国内でどう動くかも含めてな。そいつはお前さんたち次第じゃねえのか。いろんな思惑が絡み合ってるとはいえこんな分校がポンとできちまう。そんな状況を生み出してるのはどこのドイツだって話だろうね。さすがは永久といったところか。仕掛けの訓練施設、博士ならではといった感じだな。で、概要についてどこまで知っているんだ。詳しくは何も。地上は一辺50アージの立方体、地下は拡張中ということくらいです。知り合いですか。まあそうだな。こんな場所で会うなんてさすがに想定外だったが、それはともかく準備が整うまでの間互いに自己紹介をしておこう。申し訳ないが到着したばかりで君たち二人のことは知らなくてね。俺は名乗る必要なんてないでしょ。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、学生の身でありながら1年半前にあった帝国の内戦を終結させ、クロスベル戦役でも大活躍した若き英雄。帝国どころかクロスベルでも知らない人はいないくらいの有名人じゃないですか。補足すると、その後も在学しながら帝国各地の事件や返事を解決し、昨年10月の北方戦役ではオーレリア、オレス領将に協力する形でノーザンブリア併合に貢献したらしい。そうなの？オーレリアってさっきの？っていうか、ノーザンブリア併合に貢献したって。ご情報ですね。実際には。いや、よく知ってるな。英雄なんて過ぎた呼び名だが、それでも改めて名乗らせてくれ。リーン・シュバルツァー、
トールズ士官学院本校出身だ。先月卒業したばかりで、ここ第二分校の新米教官として本日赴任した。武術、気候兵教練などを担当、座学は歴史学を教えることになる。七組特務課の担当教官を務めることになるらしいから、よろしく頼む。では自分も。クルト・バンダール、テート・ヘイムダルの出身です。シュバルツァー教官のことは一応噂以外にも耳にしています。バンダール、そうだったのか。するとゼクス将軍やミュラー中佐の。ミュラーは自分の兄、ゼクスは叔父にあたります。まあ髪の色も含めて全然似ていないでしょうが。それは。確かに黒髪じゃないし、全然似ていないような。それはともかく、そのメガネは伊達ですか。あまり似合っていないので外した方がいいと思いますよ。まあそれなりに需要はありそうですが。ああ、似合ってないのは自覚してるから勘弁してくれ。よろしく、クルト。それじゃあ続けて頼む。わかりました。ユーナ・クロフォード、クロスベル警察学校の出身です。正直よろしくしたくないけど、そうもいかないのでよろしく。クロスベル出身か。なるほど。ちなみに警察学校というのはクロスベル軍警学校のことだよな。併合前は警察学校でした。それを帝国が勝手に変えて。それとも正式名称以外は使うなって言うんですか。いや、タイはない。悪い、無神経だったようだ。別に私も言い過ぎました。でも納得はできません。ああだろうな。最後は私ですね。アルティナ・オライオ、帝国軍情報局の所属でした。あっさり明かすのか。一応ここに入学した時点で所属を外れたことになっています。どうかお気になさらず。聞き捨てならないことを聞いた気がするんだが。情報局って噂に聞いた。ってそれよりことになってるって何よ。失礼、噛みました。相変わらずだな。お待たせしました。アインヘル訓練要塞レベル0セッティング完了です。アークス2の準備がまだならお願いします。これってさっきの金髪の。僕たちと同じ新入生だったはずだが。了解だ、少し待ってくれ。さて、いきなりになるが、3人ともこれを持っているか。ええ、それなら。送られてきたやつね。まだ起動はしてないけど。戦術オーブメント、所持者と連動することによってさまざまな機能を発揮する個人端末だ。能力魔法が使えたり身体能力が向上したりするが、この最新端末アークス2ではさらなる新機能が実装されている。アークス2。エニグマとは違う帝国製の戦術オーブメントか。正確には帝国ラインフォルト社とエプスタイン財団の共同開発ですね。いよいよ実戦配備ですか。ああ、新機能についてはおいおい説明するとして、3人ともこれを受け取ってくれ。これはエニグマにもあった。確かマスタークォーツでしたっけ。ああ、基本概念は同じはずだ。開いたスロット板の中央にはめられるからセットしてくれ。了解。ここかな。さて、俺もつけておくか。
マスタークォーツが装着されることでアークス2が所持者と同期した。これで身体能力も強化され、アーツも使えるようになったはずだ。なるほど。なんかエニグマとは結構仕様が違うような。は準備は済んだか、シュミット博士。ええ、いつでも行けます。ならばとっとと始めるぞ。レベル0のスタート地点は B1、 地上にたどり着けばクリアとする。博士、その赤いレバーって、ダメですよ、そんなのいきなり使ったら。えい、ラッセルの孫のくせに常識人ぶるんじゃない。それでは見せてもらうぞ、7組特務課とやら。この試験区画を基準点以上でクリアできるかどうかを。みんな足元に気をつけろ。あ、バランスを取り戻して落下後の受け身を取れ。アルティナはクラウソラス。心配無用か。もう何なのよ一体。あの博士って人が話してたら、学校って床が傾いて。その確かユーナだったか。え？あ？悪いけど動けるな、自分でどいてもらえないか。重さは大したことないけど、呼吸がしにくくてかなわない。これはなんか覚えがあるような。弾力性のある床、打撲の心配はなさそうです。しかしまたリーン教官のようなフラチな状況になっていますね。だから誤解を招くようなことを言わないでくれ。で、教官って切り替えが早すぎないか。そういう仕様ですので。事故というのはこの際関係なさそうだ。弁解はしない。一発張り飛ばしてくれ。殊勝な心がけじゃない。そんな風に冷静に言われるのもそれはそれで腹が立つけど、遠慮なく行かせてもらうわ。これだから帝国の男子っていうのは。別に帝国動向は関係ない気もしますが。その災難だったな。別に無様な体勢で滑落したのも修行不足です。それに偶然とはいえ女子に無用な恥をかかせてしまった。己の未熟さを痛感します。そうか、随分しっかりしてるな。3人とも大きなダメージはないな。それではこれよりこの小要塞の攻略を開始する。各自武装を見せてくれ。で、こんな茶番に本気で付き合うんですか。博士のことは知っているが、茶番を仕掛ける性格じゃない。あくまで本気で俺たち4名の実力を測ろうとしているんだろう。無事ここを抜けるためにも全員のスタイルを知っておきたい。わかりました。自分はこれです。二刀流、よどみない剣さばきですね。バンダール流の双剣術、存在するのは知っていたが。剛剣術の方が有名ですからね。ですがあちらは持って生まれた体格と筋力を必要とする。こちらの方が自分は得意です。なるほど。ユナ、君の方はどうだ。勝手に話を進められているみたいで面白くありませんけど、
士官学校の新入生として一応わきまえているつもりです。それはドンファー型の警棒。いや、それにしては複雑な機構をしているな。どういった武装なんだ。ガンブレイカー、クロスベル警備隊で開発されたガンユニット付きの特殊警棒です。モードを切り替えることで中距離の範囲射撃になります。そんな新武装が。クロスベル警備隊、実習警察に属していた武装部隊か。あのランドルフ中尉もそこの所属だったはずだが。分かった、その武装の性能は実戦で確かめさせてもらおう。見たところ扱いにも慣れているみたいだからな。当然です。警察学校で訓練しましたから。帝国人が使う昔ながらの剣なんかよりは役に立つはずです。まあそのあたりもお互い実戦で確認するといいだろう。次はアルティナ。はい。で、何気にさっきから突っ込みたかったんですけど、こんな小さい子がどうして士官学校に入ってるんですか？僕も気になっていた。情報局出身という話ですが、さすがに戦闘には参加させられないのでは？まあ個人的には同感だよ。懸念は無用です。私の身体年齢は14歳相当、小さい子というほどではないかと。身体年齢って十分小さいんじゃ。そして情報局に所属していた根拠たる武装もあります。なそういえばさっき黒い影が一瞬見えたような。クラウソラス、戦術核という特殊兵装の最新鋭バージョンとなります。秘匿事項となるため詳細は説明できませんが、それなりの戦闘力はあるかと。帝国ってあんなのが普通にあるわけ？そんなわけないだろう。僕だって初めて見た。黄金の羅刹に灰色の騎士、それにこんな少女まで。第二分校、どういった場所なんだ？疑問はごもっともだが、早速行動を開始しようなあ。ちなみに俺の武装はこれだ。八葉一刀流の太刀。あの時の、ううん、アリオスさんが使っていたのと同じ武器ね。ああ、帝国風の剣じゃなく東方風の刀になる。さすがに風の剣性は有名らしいな。いろいろありましたけど、今でもファンは多いですから。どこかの国のせいで今も手配中みたいですけど。ああ、そうみたいだな。よし、それじゃあ攻略を始めよう。現在 B1、 地上に出ればこの実力テストも終了だ。実戦のコツ、アーツの使い方、アークス2の機能なども一通り説明していく。迅速に確実に、ただし無理はしないようにしっかりついてきてくれ。言われずとも。やるからには全力を尽くします。それでは状況開始ですね。正面の扉から進めるようだな。準備ができ次第出発しよう。了解です。私ってば何やってんだろう。